韓国製兵器をポーランドに輸出する本契約が締結された。現代ロテムとハンファーディフェンスは26日、ポーランド軍備庁と軽2戦車及び軽9次走り砲輸出のために、57億6000万ドル規模の一時履行契約を締結したと、韓国防衛事業庁が27日に明らかにした。一時輸出量は軽2戦車180台、軽9次走り砲212門。ポーランド国防省はツイッターで現代ロテムが軽2タンク180台を2022から2025年に供給し、ハンファディフェンスが軽9次走り砲212門を2022から2026年に供給する契約とし、最初のタンクと次走り砲は今年末に引き渡されるだろうと伝えた。ポーランドへの輸出が本契約となったことで、これまで中東アジアに比べ相対的に振るわなかった韓国製兵器の欧州市場進出が、一層活発になることが期待される。今回の契約は先月27日、現代ロテムハンファディフェンス韓国航空宇宙産業など韓国防衛産業企業が、ポーランド軍備庁と締結した包括的合意による総括契約を実際に履行するための最初の契約だ。ポーランド政府は先月、韓国に軽2戦車980台、軽9次走り砲648門、FA50 系攻撃機3個編隊を発注する予定だと発表。ポーランドが明らかにした導入規模は、計148億ドルに上るものと業界は試算しているという。オムドンファン防衛事業庁長は今回の輸出は韓国防衛産業企業が、国家経済と国家安保に大きく寄与していることを示した事例だ。今後も韓国企業が輸出するのに、不足がないよう政府の役割を果たすと述べた。続いて9月には買いの FA50 に対する履行契約も円滑に締結されると期待していると強調した。国防省のユドンジュン室長は国防省の親書をポーランド長官に伝達。今後両国の長期的戦略的な国防防衛産業協力増進に対する韓国政府の意思を説明した。ポーランド側は書簡に感謝の意を表し、今回の軽2戦車と軽9次走り砲を皮切りに国防防衛産業分野の協力をさらに拡大し、両国関係を緊密かつ持続的に発展させていくことで共感を示した。